ボルト、一体ここはどこだ。さあ、わかんねえ。後先考えねえ性格は俺譲りか。それまで何としても奴をここから逃がすな。奴の寿命はせいぜい2日。アマドが喋ったか。くだらん。桃式の器、渦巻きボルト。ナルト、上だ。思った以上に大筒木化が進行しているようだ。見せてみろ。ボルト、左。ヘビンネガンベ、邪魔だ。渦巻きボルト、まさかお前ごときに妨害されるとは。まずは邪魔の入らないこの場所でお前たちを始末し、人間どもも観念してカワキの居所を素直に吐くだろうからな。おかげと打ち肌くたばれば、クリカワキを探すとしよう。なめんじゃねえ。そう簡単にはいかねえってばよ。くぅナルト！父ちゃん！影分身がやられただけだ。それより気をつけろ。奴を見失った。サスケ！一人ずつ行こう。まずはお前だ。次は。サスケさん、待ってくれ。今岩どけるから。お前らと来たら、親子揃って。そこを動くなよ、ウチハサスケ。サスケさん！で止めた。貴様。やっぱりな。お前、俺を殺せねえんだろ。思った通りだってばさ。どういうことだ、ボルト。計画のタイムリミット、なくなったも同然だとかって、ボロってやつが言ってたんだ。俺のおかげで。計画、アマドの話にあった、真珠のことか。要するにこいつは、俺に死なれちゃ困るんだってばさ。指一本でも動かしてみろ。躊躇なく行くぜ。できるわけねえって思ってんな、大間違いだぜ。
あっ、これまでできるだけじゃ。お前を殺すつもりはない。だが、のためらいもないんだ。死ぬ覚悟はできてるんだったよな、渦巻きボルト。この際前もって教えておいてやろう。それなら話は早い。お前は食われるんだ、十尾にな。このままくたばっちまうつもりか。ひどいありさまだな、ナルト。俺は火影だ。最後まで奴に食らいついて離れねえ。やみんなを守るためなら命だって惜しかねえ。あん野郎の寿命が尽きるまで。あんな異次元の強さの奴は相手に。ようで、どうするつもりだ。つまり現実的な策は何もなしか。お前本当に死ぬ気だな、ナルト。ああ、悪いな、クラマ。だったら一つだけ手がないこともない。本当か？おめおめ殺されるくらいならやる価値はあるだろう。本当に最後の最後、正真正銘の奥の手だ。それ早く言えよ。そんな言い手があんなら。これをやったら最後だ。死んじまうんだよ。やらなきゃどのみち死んじまう。やるかどうかはお前が決めろ。覚悟のいる決断だ。クラマ、頼む。覚悟ならとっくにできてる。いいんだな。ああ、火影になった日から。いや、火影を目指したあの日からな。そこ、やつか。心配いらねえぞ、ボルト。父ちゃん、その格好は。あいつは俺が倒す。一体何を。あんな術があるなんて話は聞いていない。気に入らん。まだそんな奥の手を隠してやがったとはな。なんだその目は。いいか、やるな。こいつは今までの形態とは全くの別物だ。命が尽きるその時までな。エネルギーはわしとお前のチャクラを原料として消費しながら作られる。貴様、余計な邪念を取っ払うことだ。無駄な動きはできるだけ控えろ。なめるな、加藤氏。続けるためのコツだと思え。むしろ凌駕している。あの高速の杭を。
シャリンガンでも捕らえるのがやっとの速さだぞ。いつの間にあれほどの力を。バカな。来いよ、大筒木。サスケさん、あれは父ちゃん。今までのあいつとは桁違いの力だ。激な能力の強化は思った以上に消耗が激しい。まさに命を削る捨て身の大博打だったわけが、残念だがお前の賭けは失敗だったようだな、渦巻きナルト。何が起きた？なんだ、吐血だと。バカな。貴様、何をしやがった。どっちが先にくたばるか。なんてことだ、まさか。こっからだぜ、本当の賭けはよ。この力は強力だ。間違いなく奴を凌駕するだろう。だがな、命を削る。ただデメリットが大きすぎる。そのデメリットこそが重要なんだ。わしらの命を削って生まれるこの力は、チャクラってのは繋がってるからな。目に触れる奴の命をも同様に削り取る。なんてことだ、くそ。間違いない。残りの寿命が急激に減っている。いつの間にか30分を切っている。まだ20時間以上残っていたはず。こいつの攻撃ものがまずい。威力は問題ではない、これを食らうこと。ドキカートワシが。ざまあ見ろ、今さら手遅れだぜ。
黙れ虫けらこのチョクロ、やはり最後に勝つのはこの大月一式だ。だがなんてよ。だがこのままじゃ七代目が、貴様ら下等衆なんぞでは断じてない。なんだこれ。なんだと。何を。なんだ、何が起きた。カワキ、というつながりとやらのおかげでカワキを探知できたんだが、感謝するぞ。いやーカワキ、会いたかったよ。危ないところだった。この俺がこんな奴らにここまで追い詰められるとは。現時点で余命興奮ってところか。逃げろカワキ、時間を稼ぐんだ。頭しいぞ。行け。